皆さんこんにちは、リールズジャパンオールスター2022にご来場いただき誠にありがとうございます。今日はウィナーズとプロサッカー選手チームと試合ができるということで、個人的にもウィナーズメンバーも非常に楽しみにしています。で、ご来場いただいた皆様の記憶に残るように精一杯プレーして皆様が喜んでいただける日にしたいと思ってますので、ぜひ最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それではチームの紹介を行っていきます。まず初めのチームはこちらです。去年がね、見事に風間監督にやられましたから、今年がね、勝ちに行きます。まあ、サポーターに喜ばせていきます。ホワイトタイガーの入場です。ドラゴンの入場です。
待たせいたしました。ウィナーズの入場です。2022すべてのチームメンバーに今一度盛大な拍手を送りください。お越しの皆さん、こんにちは。ウィナーズマネージャーの愛です。よろしくお願いします。これから3チームの監督の皆さんに本日の意気込みを聞いていきたいと思います。まず最初はホワイトタイガーラモス・ルイ監督、本日の意気込みをよろしくお願いします。皆さんこんにちは。またお会いできて嬉しくて、まあ、今日きっと皆さんが今日全員の選手がまあいいプレーを見せていただくことが間違いないと信じてます。そしてもうちょっと早いかもしれないけど、皆さんにとってもちょっと早いクリスマスプレゼントもなるんじゃないかなと思ってます。まあ今まで今年皆さんがすごい疲れた1年だったと思いますけど、いろんな意味でスケジュールすごい新しくて、そのスケジュールの中で今日はリーグ戦で皆さんに見せなかったプレイヤーが今回が見せてくれるんじゃないかなと思っております。期待してください。今日本当にありがとうございました。まだ終わってないけどね。ありがとうございました。続いてバイオレットドラゴン松木安太郎監督、本日の意気込みをよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はようこそお越しくださいました。今日久しぶりに僕もスタジアムのこの中に入って、まあやっぱりいいですね。気持ちがいい。これだけの皆さんの前で、まあ選手たちがプレーができるのも本当に大変素晴らしいと思います。おかげさまで素晴らしいメンバーに恵まれまして、今日はお越しになった皆さんがですね、満足して帰れるようなそんなゲームを期待されて欲しいと思います。とにかく一生懸命頑張りますんで、楽しい一日にしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に我らがウィナーズ那須大輔監督、本日の意気込みをお願いします。はい、改めましてウィナーズ監督の那須大輔です。よろしくお願いします。まあ、ワールドカップで日本のチームが見せてくれた熱狂だったり歓喜だったり感動だったり、さまざまな感情をね、この1日で皆様に届けられるように、精一杯プレーしていきたいと思いますので、みんなで楽しんで素敵なイベントにしましょう。よろしくお願いします。よろしく。ありがとうございました。それでは最後に那須監督、開幕宣言をお願いします。リールズジャパンオールスター2022キックオフ。
さあただいまからファーストマッチウォーミングアップがスタートいたします。両チーム選手に大きな拍手をお送りください。さあそれではまもなく開始されるファーストマッチの見どころをご紹介してまいりたいと思います。実況解説席の下田さん、福田さん、よろしくお願いします。はい、こちら放送席です。実況アナウンサーの下田恒之です。そして解説福田正博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでちょっとあの大会の概要をですね、簡単に紹介しておきたいと思います。あの平素ウィナーズのコンテンツをご覧の方、あの20分ハーフで試合をやっているのはよくご存知だと思うんですが、はい、まあ、今回あの、ね、3チーム戦う一つの大会ということでですね、うん、1試合30分です。なるほど。前半後半はありません。一本勝負です。このゲーム動きますよ、30分ぐらいあるとね。あ、それは結構影響します。影響しますね、10分長いのね。こうアディショナルタイムあるんですか。アディショナルタイムありますよ。ワールドカップ長かったですからね。厳密に取るんですかね。今日はね、でもいろいろショーマンシップを持ってる方が主審らしいので。あ、なるほどね。ちょっとね期待したいと思います。あ、はい、なるほど。でですね、30分一本勝負で交代は自由です。あ、これどうですか。交代何、一度出たらもう一回出れるとかやつですか。それも王の出入り自由でしょ。ちょっとフットサル形式な感じですか。まあそうですね。あ、はい、それはいいんじゃないですかね。まあ、そういう点では第1試合でね、ホワイトタイガー指揮を取るのはラモスさんだったり。ラモスさんが出るってことはないですよね。それはね私聞いてないですけど、うん、大丈夫ですかね。ただ福田さん多分出たら、はい、一番うまいです。そうですね、はい、ちょっと相手を傷つけるかもしれないですけどね。そのぐらいの、はい、ファイトしてくるかもしれませんからね。まあ、ですからそのもう一つのチームはあの松木さんが、はい、あ、ラモスさんありがとうございます、ね、ありがとうございますね、え、笑ってますけど怖いですよ。福田さん言うとめちゃリアリティある、はいはい。で、まあ、あの第2試合松木さん登場しますけども、はい、松木さんとはあれですか、日本リーグ時代やってるよ。あ、僕ねやってないんですよ。やってないんだ、はい、あ、そうでした。松木さんとはやってないですね。ラモさんとは一緒にこうプレーさせていただきましたけど、はいはい、そうです。松木さんも熱い方ですよ。そうですよね、はい。ということで、まあ、監督は出ないと思いますが、あ、多分出ても誰も言わないんで。なるほど。まあ、あの、分かんないですね、状況によりますね、はいはい。ということで、最初にウィナーズはホワイトタイガーとやって、その後はですねバイオレットドラゴンとやって、3試合目に福田さんラモス対松木であります。あ、すごいですね、はい。J リーグの初年度ね、選手と監督でしたからね。そうですよね、はい、年は多分一緒だと思いますけど、はいはい。そこも含めて皆さん大いに楽しんでいただければと思います。以上、今日の注目ポイント、そしてゲームのレギュレーションについてご紹介しました。いや、全員でここで、ここでやろう、ここでやろう、ここでやろう、パッ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 全員集めて、全員アイジャー、観客いるよ、観客もいるよ、観客もいるよ、新しい景色見よう。ブラボー、オーケー、この最高の環境楽しんで、よっしゃ。あとは来てくれてる人たちに何か残せるようなゲームしよう。おい、出し切ろう、出し切ろう、ゴー、みんな、ゴー。はい、じゃあもう一回写真撮る、大丈夫ですか。さあ、お待たせいたしました、ビールズジャパンオールスター2022ファーストマッチ、それではキックオフ。さあ、ビールズジャパンオールスター2022ファーストマッチ、ホワイトタイガーウィナーズの一戦、試合が始まりました。放送席の解説福田正博さんです。まあ、福田さんガチですから、はい、試合は。そうですね、はい、もう立ち上がりからウィナーズ前から行ってますけどね。そうですね、はい、おっと、さあホワイトタイガーいきなり真ん中にボールを入れてきます。真ん中のポジションは小川選手が務めています。今ボールにプレッシャーをかけたのが小泉、そして鈴木優斗のヘディングです。左足のつた、この辺はお天ぽよつながった、チャンス、小泉手前に入れてきました、チャンスだ。いきなり小川幸輝で決定機、
うまくつなぎましたね、ワンタッチでね、はい、右サイド小泉からのパスですね、はい、その前野津田も絡んで、まあ、ここまで持ってきました。まあ、とにかく福田さん、小川選手はですね J2 で26点今シーズン取ってますんで、取りましたね、今日も狙ってるんじゃないですかね、はい、これちょっと立ち上がり気をつけないといけないですね、ウィナーズはね、ボールを蹴るのはしっかり人見てますからね、はい、マークを離さないようにね、リーグ屈指の左足キッカー福森、外側まで持ってきましたが、いい判断です、いいですよ、そして早い攻撃、まあ、実にジャイアントなパントキックであります。サポート行って前線で歩夢が収めます。ここキープ重要ですね。うわ、今ねちょっとサポートが遅かったかな、はい、もうちょっとねサポート行ってあげたらね、いいキープでしたけどね。ただあれですよ福田さん、ウィナーズはですねゴールキーパーのジャイアント和樹選手、あのキックがですね売りですからね、十分 J リーグでもやれるんじゃないですかね。ね、あの法政大学でインカレ決勝まで行ってる選手なんで、はい、これはすごいですね。僕はインカレ出たことないですよね。そうですか、はい、さて野津田のパスです。左サイド流れて梅崎が前にボールをつけます。まあ、整理しますとここに梅崎選手がいます。そしてまあ今シーズンをもって引退をしました大谷選手が中盤のまあ下がり目のポジションここに入ってます。うん、もうちょっとやればいいのにね。できますね。いやできますよ。はい、さあウィナーズに対してテンポよく動かすホワイトタイガー、ボックス入ってきました。いや折り返しました。ギリギリでしのぎます。野津田が飛び込んできましたゴール前。なかなかホワイトタイガーがあれですね、即席チームとは思えないパフォーマンスですね。いや本当そうですね、今の攻撃なんてね見事ですよ、深いとこ取ってね、はい、ワンタッチで折り返して、でも最後のとこやらしてないですからね。そうですね、はい、はい、立ち上がり我慢ですよ、これ重要です ね、はい、粘り強く戦わないと、はい、右足トラップ小泉、うんぱるんぱプレスをかけます。まあ、この辺は小泉うまくボールをキープしたんですが、まあ、これはちょっと背後にラフにボールを出します。ちょっと小泉は厄介ですね、はい、ウィナーズにとってね賢いですからね、右も左もね器用に使いますからね、はい、拓也がプレッシャーかけて縦パスを引っ掛けました。さあうんぱ戻してやり直し、しげです。そしてですね右のセンターバック心境著しい梅ちゃんが務めております。かけるのタブ、はい、ちょっとプレッシャーかかってますからね、まあ、この辺はあれですね、やはりプロ選手との対戦ですから福田さん、ヘイソーウィナーズがやってる相手とちょっと違いますか。いやそうですね、一人一人やっぱりねレベル高いですから。あら、おっと、ウンパルンパ食いついたんですが剥がされました。また小泉です。小泉はね両利きですからね、はい、今のファールですかね。おっと翔平が食いついたんですがこれひっくり返されます。さあホワイトタイガー、もうこれも小泉絡んで野津田フェイクを入れて外、今シーズン良かったですからね野津田ね、はい、あいいですよ、うんぱ立てますから。さあ梅ちゃん上がった方がいいんじゃないの、右サイド高いく、おっと、ね、ファールですね。これは戻った野津田のファールです。カードか、カードは出ないですね、出ませんね、はい、ちょっとボールサイド熱くなります。まあ、このでも高のねドリブルは福田さんウィナーズの武器ですから、いやもう大きな武器だと思います ね、今もねしっかりと頭上げていろんな選択肢持ちながらプレーしてますからね、はい、まあ、思わずファールで止めるという形ですけど、距離25メートルぐらいですかね、いけますか、これいけるんじゃないですか、ちょっと正面ですからね、ゴールキーパーホワイトタイガー旗野が務めます。まあ、壁のですね頭の辺狙うといいですよ。あ、そうですか、はい、シゲと慶吾、うん、どっちですかね、ちょっと正面ですからね、右も左もちょっと角度ないですからね、慶吾狙った、枠来ました、いいですね、いいシュートですよこれ。ちょっと見てみましょう、壁越えて落ちていく感じですけどね、はい、ちょっとコースがね甘かったと思いますけど雰囲気は良かったですね、はい、可能性感じるキックだったと思いますけど、巧みに剥がした小泉、左足のパスです。あ、これ左サイドいきますね、逆サイド持ってきました、福森がいます。ここからはいいクロスがあると、これはしかしながらちょっとプレッシャーもかかりました。
左サイドバックに福森選手が入っています。ちょっとフリーでボール蹴らせるとウィナーズはちょっと守るの難しいですよ、はい、福森選手にね。結構でもつなぎに対してホワイトタイガー容赦なく前からプレッシャーかけてます、ね、もうちょっと下がってもいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、監督はラモスさんですからね。そうですね、選手もハードワークしてますね、まあ、この辺妥協がないわけですね。そうですね、さあ小さなパス福森もらってワンタッチ、ここにプレッシャーをかけましたが、いいプレッシャーですけどね。ワンタッチ大谷から、これはカバーがあります。さあウィナーズこっからどうやって攻めるかですが、蹴らないでしっかりつないでいきますからね、はい、やっぱりサッカーに対しての志は高いですよね。戻りながらのキープです。真ん中の歩夢がちょっと右に流れてボールサイドに顔を出してきました。梅ちゃんの横パスです。さあちょっとねこれやっぱり前ボール進められないん で、 そうです、ね、ちょっとやっぱ運波とかですね、翔平とかがね、はい、ボール引き出した方がいいんですよね。怖いですけどね、勇気持ってね、はい、さあこの浮き玉梅崎落とした、いい落とし、落としからのさらに、まあ、流してきました金子拓郎であります。やっぱうまいですね、うまい、うまい、ね、さあ右から長い球蹴って、っ、うん、高のところも収まらない、うん、梅崎くさび、お判定した、金子が抜けます。我慢ですよ。そうですね、ドイツ戦もスペイン戦も前半我慢ですからだからあと8分ぐらいは我慢していいわけですね。そうですね、はいはいはい、15分まではね、我慢で、そこからですよ。さああとはボール保持局面で、うん、ちょっとですね今日ウィナーズ相当苦労してます。なかなかボール、まあちょっとね、はい、普段通りにやった方がいいですよ。そんなにまあねプレッシャーちょっと受けてますけど、はい、落ち着いてプレーすれば十分できますから。さあ右のサイド抜けて金子が上がった、チャンス、小川幸喜。今日は VAR あるんですか。 VAR はないでしょう。ないんですか。そうですか。さあジャイアント距離飛ばしてフリックしました、左サイド出たいね。また同じ右サイドからウンパルンパ、うん、やっぱ落ち着いて、はい、そう、そして右サイドです。そうボールを追い越していく、そういいランニングだ、この位置から歩み入れたチャンス、セカンドボール拾ってワンタッチで入れました。いいんじゃないですか今攻撃はね、はい、ボールを蹴ったのは慶吾です。怖がらずにやっぱボール持ってる選手を追い越していくランニングが必要ですからね、はい、今のウンパのあのランニングは良かったと思いますよ。その流れからこの右の歩のところにボールが入りました。もう少しやっぱ慶吾はボール触れるといいですけどね。そうですね、はい、どうしてもボール下がっちゃいますもんね、プレッシャーがあるんでね。でここもあのつなぎができないぐらいプレッシャー、これですもんね。いいですよ、うまく上がした茂、おっとプレッシャーをかけます鈴木優斗、小泉入れた、うんと流れます。さあ梅崎もうちょっと抜いて逆サイド、まもなく10分になります。猛攻が続きますホワイトタイガー、まあ、猛攻が続いてますが福田さん得点はまだ入っていない。そういうことなんですよ、あのシュート打たれても点取られなきゃいいんですからね、はい、はい、あいいですね、大谷のところを潰しましたが、その後のプレスが早いホワイトタイガー、早いですね、はい、失った後の切り替えでのプレッシャーがね、これ結局蹴って逃げてですね、また守る形になります。ウィナーズ右のサイドバックかけるのプレッシャーです。サイドチェンジ梅崎、いやいいボールだなこれ、鈴木が出てきます。点の取れるサイドアタッカー、ちょっと振られて苦しいですねここね、またぎ金子、まあ、あの辺の連携面というのはね、はい、こう普段からやってる選手たちじゃないですからね、少し問題はあるかもしれませんけど、センターバックは左に高橋、右に岩波が入ってます。さあこれはちょっと危ないですよ、福森危ないですよ、手前狙ってきました、逆サイド止めて金子はキープ、戻します、鈴木、そして大谷、小泉がここ、はあ、大谷はまだできますねこれね、はい、もったいないですねやめるのね、ヒール、おおしゃれな、おしゃれな、大谷切り替えも早い、梅崎、おおおお高戻りましたが、おお、これはもうちょっとウィナーズアップアップ、大谷です、
このヒール、このヒールね、おしゃれですね。即席チームでも福田さん、あのぐらいね、はい、セッションしちゃうのはやっぱさすがですね。まあまあそうですね、同じはかけるんでしょうね。おーチャンスですよ、これカウンター、さあいいよ、高野真よく見て、旗を打ってきました。いやもう決まってれば日本と一緒ね、前で奪ってカウンター、攻められてもこれがあります、ウィナーズ。そうですよ、運搬もプレッシャーかけて、いい形で高野シュートですよこれね、はい、ちょっと最後左から来てる、自分の右から来てる選手がね、ちょっと気になった、高橋が気になったかもしれませんね、はい、うわ、おっとこれはどうかな、クロスバー、ここね、左サイドの福森は怖いですね、やっぱね、いやもう正確ですからね、キックはね、はい、さあさあここから福田さん、あれですね、ウィナーズはちょっと持ってね、攻めたいですよね。そうですね、できれば持つ時間を少し増やしたいんですけどね、はい、プレッシャーがあるんでね、なかなか持てないで、どうしても防戦一本になってますから苦しいですよね、はい、ようやく今、まあ、慶吾が触ったんですがね、今名前出ましたが、慶吾はもうちょっとボール触れるとね、はい、いいんですけどね。でも最終ライン頑張ってますよ、ウィナーズね。そうですね、はい、鈴木小さなパス1回落とします。前線から今小川が下がってきました。さあ今度は野津田が、ここ福森は小さく横にボールをつけます。さあ大谷預けて、大谷が来た、外にボールをつけます。いやワンタッチ、野津田のワンタッチ、なんとか引っ掛けます。そうつないで、はい、ウンパー受ける、ウンパーちょっと受けない、受けないで蹴ってしまいました。ちょっとねプレッシャー受けてますからね、はい、さあこれでまた立ち位置を整えてプレッシャーかけたいんですが、ちょっとどうしてもラインは下げさせられちゃうんで ね、ボール持たれてね、はい、取った時にやっぱりゴールまで遠いんでね、なかなかいい攻撃には移れないですよね。ワンタッチ入れたのは大谷です。そして福森、あこれ気をつけてください、外側を見てた、福森の左足を気をつけてくださいよ、はい、ショーちゃんがヘディングでカット。さあこっからカウンターに持っていけるかどうかですが、拓也探して前、おー元でもいいランニングじゃないですかね、はい、しっかりボール持ってる選手追い越していってますからね、ようやくですから左のサイドでちょっと攻めのイメージが出てきました、ウィナーズ。ちょっとメンバー変えた方がいいんじゃないですかね、疲れも出てきてるようだしね、交代自由ですからね。そうですよね、はい、呼んでます、牧彦、おっとスルーパス、あーよく絞りました今ね、絞ったのはかけるであります。かけるナイスプレーですね今ね、アイムは下げてかけるにボールを戻しました。近いところにウンパルンパ、その左側に翔平がいます。こちらシゲ左利きであります。おいいパスですね、拓也の落とし、おいいリズムだ、翔ちゃんが蹴る、高走る、狙いはいいですね、流れ方はね、はい、ボールの動かし方いいですよ。おい、うんぱ取った、取ったがまた大谷カット、シゲ粘った、ね、粘ったが金子キープ、鈴木優斗です。そして小泉、やっぱり現役選手たちは特に前の選手はボールを収められるんでね、そうですね、なかなか取れないんですよね、こう収まっちゃうんでね、苦しいですよね。あとはまあ今ここに入れたのは大谷選手ですが、やっぱ配球うまいですね、はい、このボールは流れました。最後は梅崎の左足、梅ちゃん今のはちょっとダメだな、これですか、ああ正確に上げないと、はい、ゴール前には、まあ、鈴木優斗も入っていたというホワイトタイガー。さあ福田さん、時計の針15分であります。大丈夫ですかね、ベンチのラモスさんはね、もう怒ってんじゃないですかこれ、ずっとですからテクニカルエリアの前で試合をご覧になっていました、ね、ラモス監督、今ベンチに戻りますね、うん、おーとチャンス、小川幸喜、あよく見て打ったが、おカバーがジャイアント和樹、よく出ました、うまくコース消しましたね今ね、はい、素早く前に出ていい判断だったと思いますね。アイムは高を狙った高橋裕二のカットです。ここに梅崎、中から左に小泉が出ていきます。梅ちゃん よく動きますね、小泉も外して切り返した、小泉入れた低い球、
シアのヘディングのクリアをこれつなぎたいね。粘る拓也、奪って梅崎、これはクリアに行きます。まあ、しょうがないんじゃないですかクリアでね。はい、はい、那須監督は今控え室帰ったんですけど、ユニフォーム着るんじゃないですか。着替えるんですかね。福森、これももう蹴らされて、ボールはホワイトタイガーボール。ちょっと動きありますかね、ホワイトタイガーね。ちょうど半分終わりましたからね、はい、メンバーチェンジあるかもしれませんね。一度下げて高橋裕二です。後ろで、まあ、ボールを持つ局面はあまり多くありませんこのゲーム。さあ岩波縦パス、この位置に野津田です。なかなかね取り行けないんですよね、これも引きつけてはたきます。さあ小泉、でも勇気持ってライン高くしてますからね、ウィナーズね。そのウィナーズを揺さぶってきましたホワイトタイガー。小泉から鈴木優斗です。拓也に対して早くも鈴木が戻ってきます。おーっと、さあ小泉パス、まあ、ピタッと入ってれば今手元 のプレーです。フィニッシュまで行くシーンでしたけどね、はい、ウンパ横です。おっと、さあなんとかでも半分以上は耐えましたウィナーズ。ウィナーズ、あ、ホワイトタイガーは4人か6人、最初に3人まず行きます。あっといい展開だこれ。サイドチェンジ小泉、手前に金子がいて真ん中小川が入ってきた。ちょっと振られたからね、苦しいですね。粘ってこの位置に梅崎、ワンタッチチャンス。お小泉、あー、ウッパ滑らされた、シュート打ちました小泉。この切り返し右も左も強烈ですからね。後頭ジャイアント、これはクリアです。大谷はキープ、少し隠して金子左利き、鈴木中に入れます。なんか選手たちコンディション良さそうですね。そうですね、シーズンオフですよね。本当ですね、はい、あ、いいですよ。さあ頑張れ、カウンターの、ね、ボールを歩むが探しだ。お、これはでも4人走った、どうする、逆サイド空いてますね、入ってきた左足で歩むのシュート、場内拍手が起きます、いいシュートですよ。周りの選手がねランニングしたことによってスペースできましたから、シュートコース作ってくれましたからね、はい、いいシュートじゃないですか、いいんじゃないですか、ああいうのね、まあ、ドリブルで切れ込んで最後シュートに持っていったという形になります。しかしながらまたホワイトタイガーボールになります。うんぱるんぱ残して高野落とし、福森は小さく入れます。さあ小泉ワンタッチ、走る梅崎、その梅崎が収めました。ゴール前5人入ったホワイトタイガー、真ん中だ、これは左足クリアに逃げます。さあホワイトタイガー選手交代、福岡選手とそれから15番ですから藤井選手ですか、あ、違う、そうですね、藤井選手、それから8番の川崎選手と3人入りました。ちょっとまたここでフレッシュな選手出てきますからね。本当ですよ、なかなかこれウィナーズ厳しいです ね、動かれちゃうとね、ウィナーズもちょっと手打った方がいいかもしれないですね、はい、少しね、はい、まあ、おそらくおのおのそのままのポジションに入ってるんだと思いますが、これも間に入れます。いい間、スルーから落とし、くさび、見事だね、ポストに入った小川、ここに福森、深いところ取る、福森は、おお、狙いました。ちょっと聞かないと分かんないですね、狙ったんだかクロスなんだかね。どっちなんですかね今ね、
でも福田さん、あの試合後聞かれたら狙ったって普通選手言うんじゃないですか。そう言った方がいいですねそうですね、はい、さあキッカー福森、ちょっとこれ鋭いボール入ってきますからね、ウィナーズ気をつけないと、はい、しっかり人見て、どこだ手前、おコースを変えました。まだ割ってませんが、これでスローインに変わります。おっと来ました、来ましたね。那須大輔、このままじゃいかんということでスーツを脱ぎ捨てシャツに着替えました。背番号は現役時代同様の26番であります。さてホワイトタイガーはまた人が変わり、金森選手ですか。ちょっとフレッシュな選手となってきますね本当に えげつない選手交代ですね、これね。渡辺龍馬選手も入りました、はい、この流れで福田さん、やっぱりフレッシュさ出されると相当ウィナーズきついですね。これもう苦しいですよ、はい、我慢ですよ、我慢で本当ですね、はい、粘り強く、はい、勝ちに行きます。ラモス監督、タイミングで行く。アザスも、おアザスの名前も今呼ばれましたね。変えるですね、はい、那須選手この後投入されます。圭吾がプレッシャーをかけに出ます。どうなんですかね、那須あそこでずっと構えていて変わらないという手もありますからねお小泉の右に大が真ん中、金森、小泉が反応した。よく動くね。アウトにかけて真ん中に出ました。シュートを狙った。今日絶好調の小泉、ラモス監督両手を挙げました。ホワイトタイガー1点先制です。ちょっとサブ組がベンチから出てくるの遅かったですね、はい、日本代表みたいにすぐ出てこないとダメですね、あれね。そうですね、はい、ラモスさんだけでしたね。ちょっと当たったんですよね、ちょっと当たってコース変わってしまったんでね、ちょっと反応できなかったですよね。いやでも福田さん、小泉選手絶好調ですね。絶好調ですね、よく動くしね、本当になかなか捕まらない、捕まえられないですよね、はい、ウィナーズにしてみるとね、でですね、ウィナーズはウンパ、タカ、カケル、タクヤが変わりますね。で、ナスはウンパと交代ですか。真ん中に入るのかな、うん、失点する前に変えたかったですね、はいはい、ね、タイミング的には そうですね、準備してましたからね。でアザスが11番ですが、右サイドバック入るんですかね。で牧彦はどこ入るの。コウジローも上の方やんですね、ディフェンスじゃなくてね、牧彦突破入りました。あ、そうだな、那須選手はいわゆるボランチですか。そうですね、はい、ちょっと 4-4-2 みたいな形ですからね、はい、囲まれた梅ちゃんです。ですからカケルに代わってアザス、歩夢は右のウィングのままです。あ、ですからタカに変えて牧彦をワントップに置いたんですね。そうですね、ああそうですね、はい、今までの試合ではあまり見たことのない使い方をしてきました那須監督です。さあ左のサイドバックは翔ちゃんが務めています。ウィナーズ康二郎です。拓也に代わって康二郎ですから、そのまま右サイドのウィングの位置に入っているようです。康二郎粘りました。重野縦パスです。収めて、あ、圭吾来た、う、うん、さあ牧彦、牧彦、おお粘った牧彦、小川です。それからホワイトタイガーは渡辺龍馬選手も入ってます。これ渡辺ですね、渡辺龍馬が、あ、くるっと反転、うまさを見せます。渡辺龍馬が来た。小泉、渡辺は高校一勝、真ん中落としたチャンスの左足浮き球、ヘディングとウィナーズ助かりました。金森頭を抱えます。もうベンチで交代だっつってますよあれ外したら
完璧な崩しでしたけどね今ベンチに向かって謝罪をしましたか、はい、選手、まあ、ベンチでラモさん笑ってましたから許してくれるんじゃないですかね、はい、現役の時じゃあんな表情見たことないですからねそうですか、はい、さあさあ気づけば福田さん残り5分切りましたね、ちょっと今の攻撃の那須がこう前から行けっていう積極性出したんですよね、はいはい、そこちょっとかわされてしまってね、決定機作られましたけど、ちょっと負けてますから時間もないんでね、はい、こう前からこう行った方がいいですよ、積極的にね、いいと思いますよこのチャレンジはね。ここもアザッスがついてってプレッシャーをかけます。それを剥がして渡辺龍馬、もうしょうがないですよここ使われるのはね、前から行ってんですから。空振り、トリッキーなドリブルがあります。打てるか打てるか、ヒール後ろから来た、右足で狙いました。際どいチャンスでしたがこのシュートはそれました。14番の福岡、当たったんですか。当たりました ね、 ーーですね。ちょっと見てみましょう。あれですね、 J リーグの選手ってうまいんですねで、ね、さすが。これはですから梅ちゃんの背中に当たってコーナーキック、点失った時もウィナーズちゃんとシュートコースに入ってるんですよ、はい、だからしっかりとゴールは守る、ね、あの体勢できてるんでね。で失点もそうですもんね。そうなんですよ、はいはい、だから総合簡単には失点はしないと思いますよ、はい、でマッスーともう一人誰ですか、純也ですか、純也とマッスーが入りました、梅ちゃん下がりましたね。それからマッスーは歩に代わって入ってます。さあ小泉蹴ります、真ん中、頭に当てたのは鈴木でした。0-1ホワイトタイガー1点リード。歩夢もベンチに下がりましてメンバーがガラッと入れ替わりました。このままじゃちょっと終われないでしょうね、那須監督兼プレイヤーはね。そうですね、うん、さあ踏み込む、踏み込んでパスにしました。すごいとこ狙ってますね、8番の川崎。うわ、京都期待の、おお右足狙ってきました、小川幸喜。こぼれ球にいい反応を見せましたストライカー。ちょっと来シーズン楽しみですね。そうですね、はい、まあ、1部リーグ昇格の立役者になりました。いいですよ、牧彦ポスト、幸次郎がここ後ろ向き、左が使った、さあ慶吾追い越せ、それ手前を狙ってきました。追い越す動きあったんですよ ね、まあ、ちょっと入った瞬間に追い越す動きが遅かったんでね、はい、違う選択しましたけど、まあ、一つにやっぱりしっかりと前線で巻きかですか、はいはい、ポイントになりましたからね。そうですね、ああいう形になるとやっぱ人数かけて攻撃できるんでね、あそこで収まるのが、ね、大事なんですよね。そうなんですよね、サッカーの場合はね、前で収まるか収まらないか、これ行った方がいいですよ、行った方がいいですよ。投入でそのプレスのスイッチ入った、おこれでアザスがボールサイド行ってマイボールになります。さあ梅ちゃん、アザスには頑張ってもらいたいな。ここアザス、ね、ちょっと沖縄でいろいろありましたからね。あ、そうなんですね、はい、頑張ってほしいですよ。この位置から引きつけて左の前までボールを飛ばしてきます。これ行った方がいいですよ、時間ないですよ。もう巻きひかちょっと那須行った方がいいよ、これ時間ないから。さあ那須の間合いを詰める、巻きひか追った、そうそういいよ、チャンスチャンス、3対2のカウンター。あー肝心の那須のパスどうした。那須変えよ、那須変えよ、もう那須です。カウンターこいつアウトにかけてラストパス、うわジャイアント出ました。なんかモドリッチみたいですね。あ確かにね、アウトサイドキック、非常にシュールなパスが出ました金森。でもやっぱり勇気持って前から行ってるんでチャンス生まれてますからね、はい、あとはこれ自分たちがボール持ってどうやってうまく前に運べるかですね。いいんですよ、サッカーはミスはつきもんですからね、はい、次やればいいんですよ。これで30分を過ぎました。小泉の得点によってホワイトタイガーが1点リード。アディショナルタイム長いですからね、ワールドカップね、ワールドカップ11分とか12分とかやってますからね、はい、あれだけメンバーチェンジしてますから相当取るんじゃないですかね家元さんはね。さあ狭いとこセッションして入っていきますホワイトタイガー。
福岡が真ん中に入れます。おっと左足の縦パス渡辺龍馬。今のターンなんて見事ですよ、あんな狭いところでね。はい、うわっと、おう、ちょっとずれました。おお、ここで試合終了の笛が鳴りました。スタンドから大きな拍手が起きます。何度か際どいチャンスを作りましたウィナーズですが、さすがプロ集団ホワイトタイガーが貫禄を見せて、小泉の一発、0対1、このリールズジャパンオールスター2022ファーストマッチを制しました。いや、福田さんどうでしょう、改めて30分振り返っての。まあやっぱり、はい、強いですね。強い、本当にこれシーズンオフですけどね、はいはい、だからやっぱりなんでボール取れないのかなと思いますけど、なんか取れない間合いもあるんでしょうね、やっぱね。で練習、このチームで練習してるわけじゃないですけど、やっぱスムーズですよね、はい、そうですね、まあ、その中でもよくウィナーズも粘り強く戦ったと思いますよ、はい、何回かチャンス作りましたし、フィニッシュのシーンもありましたからね。那須監督も出ましたし、そうですね、那須監督は最後のあのラストパスだけはね悔やまれますけどね、あれね、カウンターはもう今日一番の前から行ってね、いい形で。ちょっと那須監督はどっか痛めましたか、大丈夫ですか。これがですね、これね、先ほどのチャンス、はい、ちょっと周り見すぎましたかね。ちょっと足りなかった、足りなかったですね、足りなかったんです。もうちょっと強くね、はい、行ってたらシュートまで行けたシーンですけどね、いい形で前でボール受けて取って、そこからのチャンスですから、こう続けていけばいいんじゃないですか。でも福田さん、那須選手入ってちょっとこうプレッシャーかけるイメージを出したんですね。そうですね、もう前から行こうっていう感じしましたから、はいはい、それ良かったと思いますね。さあインタビュー、愛ちゃんお願いします。こちらには畑野選手と小泉選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは小泉選手、なんと今日は得点を決められたというところで、得点を決めた瞬間どんなお気持ちでしたか。そうですね、あの 0-0 だとちょっとまずいなと思ってたんで、まあ、決められてホッとしてます。ありがとうございます。畑野選手は無失点ということで、何本かシュートありましたけどいかがでしたか。いや、全部のシュートが鋭かったんでちょっと大変でしたけど、はい、防げてよかったです。ありがとうございます。ちなみにお二方、このオールスターの出演の依頼があったとき、どのようなお気持ちでしたか。小泉選手いかがでしたか。そうですね、去年も同じようなことをやっていたのは知っていたんですけど、去年は出られなかったので、今年は誘っていただいて、すぐ返事をして出ることを決めました。ありがとうございます。畑野選手は。僕もそうですね、すぐに行きますと言って、まあ、開催する場所が味の素スタジアムで、 FC 東京のホームスタジアムがあるので、はいはい、すごい楽しみにしてました。ありがとうございます。では最後に次の試合に向けてお一言ずつ、じゃあ小泉選手からお願いします。そうですね、あの1勝できたので、次勝てば優勝だと思うんで、勝って終わりたいと思います。ありがとうございます。では畑野選手お願いします。次はあの僕も点取れるように頑張りたいなと思うので、はい、頑張ってください。しっかり準備します。はい、頑張ってください。現場からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。